野牛博士は、日本の司会者、タレント、俳優、声優、団体役員。茨城県稲敷郡船島村出身。茨城県立土浦第一高等学校卒業。東京商船大学中退。竹内事務所に所属していた。策定課としても活動し、第5代日本野鳥の会会長を務め、河野鳥ファンクラブ会長も務める。 身長175センチメートル。血液型大型。野牛新陰流で知られる、野牛宗都市の末裔にあたる家系に誕生。繊維を目指して大学に入学するも、体調を崩して中退。その後、役者を志して、劇団俳優座の養成所へ入所。穂ズ隆信と、学園ドラマでの腰巾着コンビで人気を得て、一番星で、野口優城を演じたことで、 全国的に知られる。1981年から1993年までの12年間、100万円、クイズハンターでの司会も務め、ハンターチャンスの決め台詞でも有名になる。平成教育委員会に回答者として出演したり、生き物地球機構のナレーションを長年担当していた。洋画吹き替えでは、ジェームズ・スチュアートなどを担当。1970年代末頃より、 山梨県北駒郡大泉村に今日構えており、以後ここを生活拠点としている。策定活動は山梨への転居とともに開始したが、雑木林を中心とした策定で、庭、内、林、駐車スペースなどのあり方に独自の視点を持っている。著書の中でいろりを据えたり、枕木などを活用するなどの策定技術を紹介している。 2004年4月17日、日本野鳥の会の第5代会長に就任し、2019年6月19日まで、務めて、同日より名誉会長に就任した。また2004年12月12日に発足した、河野鳥ファンクラブの初代会長も務めている。2000年頃を境に拘束時間の長い俳優、活動を減らし、バラエティ番組等へのピンポイント出演が、 中心だったが、2019年に、安らぎの国道で20年ぶりに連続ドラマへ、出演。八ヶ岳クラブ1989年、大泉村西で、西沢の森に、パブリックスペースとして、ギャラリーレストラン、八ヶ岳クラブを開設した。八ヶ岳クラブでは、陶芸家をはじめとしたアーティストの作品の展示販売が常時行われている。野牛は、 近隣の手入れの不十分な人工林からもらい受けた各種の樹木を自宅や八ヶ岳倉部敷地に植林し再生している。その数は野牛によれば合わせて1万本以上になる。建物、雑木林、いろり、枕木を利用した散策炉などの設計、策定は野牛広し及び新ンゴラ家族の手によるものである。野牛自身は時間がある時には 八ヶ岳クラブのレストランによく顔を出し、談笑する姿が見られる。この八ヶ岳クラブのある西沢には野牛が中学生の頃一人旅で探訪している。この一人旅は野牛家のしきたりである男子は十二歳になったら一人旅をさせるというものに基づいたものという。この時の経験が、後西沢に今日構え八ヶ岳クラブを設ける原体験となった語っている。 俳優用が海外ドラマありがとうございます。